ープニングを撮り忘れました。なので急に始まる形になるのですが、今日は浴衣ヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。どうもすいませんでした。いや、あのね、マジほんまに言い訳になるんやけど、実はこの浴衣ヘアアレンジ7月の時点で撮ってたんですよ。でもなんか本当に思ってる以上にこう自分の気に入ったものにならなくてですね、ボツになって心が折れてしまって、すごく時間かかってしまいました。結構ね、やっぱこの週とか先週ぐらいにお祭りがあってすごいリクエスト来てたんですけど、ちょっとお答えできず本当にすみませんでした。お祭りも行ったわ、ふざけんな、うーんって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、一応今からやるヘアアレンジはこの夏使えるヘアアレンジだと思うので、ぜひね、ちょっとお祭り以外でもやっていただけたらなと思います。本当に申し訳ございません。はい、じゃあね、もう早速やっていきたいんですけど、まず髪の毛を先にこうね、2等分にしておきます。こんな感じ、もうざっくりで全然大丈夫です。はい、こんな感じね。まずね、土台を作っていきます。このベースは一緒で、ほんとね、ミディアムからロングの肩までできるので、まあやっていきたいと思います。じゃあまずはですね、蓋側からやっていきます。このトップの部分あるじゃないですか、ここをまずくるりんぱしていきます。はい、こんな感じ。もうね、束感とか太さとかはほんとお好みなんですけど、私は結構太めに作りたいのでこんな感じです。で、次はですね、この上からまたくるりんぱしていきます。ここでもしね、遅れ毛とか出すんやったら、ちょっとだけね、こう出してあげるのも可愛いかなと思います。サイドの髪を今度はね、こうやって、このね、上からわかる？この上からかぶせるようにしてくるりんぱしていきます。こんな感じで2つくるりんぱできたら、こっちの下もね、ちょっとだけ引っ張ってあげます。なんか見てもらったらもしかしたらわかると思うんですけど、私もね、そんなめっちゃ器用な方じゃないんですけど、結構クシャッとなってても、ここがね、なんかボリュームがあって可愛いかなと思うので、そんなきっちり別にくるりんぱしなくてもいいかなと思います。でですね、最後ね、この束をもう一気に振ります。二つ結びですね、こんな感じね。これを最後、この束をくるりんぱしていきます。これをまあ、ここを開けて、こうやね、よいしょー、はい、ここをくるりんぱして、こうキュッキュッキュッとします。で、まあこの辺をね、ちょっと引っ張ってあげます。手にオイルとかつけてあげると結構引っ張りやすいです。じゃあね、こっちもやっていきたいと思います。はい、ってことですね、こんな感じで両側完成しました。なんか結んでくるりんぱしただけやから、まあこんな感じでね、軽くできました。ちょっと鏡見ずにやったからぐちゃっとしてるかもしれませんが、まあベースはこんな感じです。じゃあこっからアレンジを加えていきたいと思います。ほい、どうでしょう。いや、もうこのため、このヘアアレンジのためだけに浴衣を着ております。お祭りに行く予定がありません。まあとにかくね、このベースからじゃあアレンジしていきたいと思います。まずはですね、おろしアレンジしていきたいと思います。これはね、もうマジで簡単、もう誰でもできちゃう、赤ちゃんでもできちゃう。まずね、このツインテールの部分をまず一つこうやって結びます。はい、もうこんな感じね。そしてお次、この下も結びます。これはね、髪の長さによって全然違うんですけど、私はね、セミロングぐらいやから、ロングやったらもう一束作ってもいいかも。私はセミロングぐらいか、2つで、でね、ここを引っ張ります。はい、もう皆さんお気づきの通り、そうです、オニオンヘアでございます。よいしょ、はい、こんな感じです。
。で、こっち側も同じようにやってあげます。私おろしスタイルでオニオンヘアって結構本当に可愛いと思ってます。下ね、普通に三つ編みでも可愛いかなと思うんですけど、まあ私はこんな感じでオニオンヘアにしてあげます。どうでしょうか。はい、でね、毛先はね、外羽にしてあげます。よいしょ。はい、こんな感じね。どうやら私も人とはできそうやけど、まあ今回は外羽にします。まあこんな感じでちょっと波打っても可愛いかも。はい、もうこんな感じ。どう、ほらちょっとね、ここだけ外巻き内巻きにしてあげると緩やかにね、なります。せっかくやから遅れ毛も巻こうかな。まあなんかさ、正直遅れ毛がなくてもここね、ピタッとピンで留めてあげるのも私は可愛いかなと思ったんですけど、今回はちょっと遅れ毛ありスタイルでまず外巻きします。こんな感じね。そしたら挟んで半回転。はい、こんな感じ。そしたらね、ここに緩やかなカーブがかかるから、ほらこんな感じ でちょっとほぐしてあげるといい感じになります。外羽ねで内巻きで半回転で離す。はい、こんな感じでちょっとカールがかかりました。で最後ね、こういうリボンをつけてあげます。私はこのリボンダイソーで買いました。ダイソーのね、リボンマジでめっちゃたくさん入ってて、すごい色も可愛いからおすすめです。浴衣が赤が入ってるので赤のリボンを選びました。これをね、毛先の部分につけてあげます。こっちにつけてあげても可愛いかなと思うんですけど、私はあんまりこうちょっとラブリーな感じになりすぎないように下だけこんな感じでつけてあげます。なんか高さちゃうなと思ったら普通にゴム切れてた、びっくりした。はい、こんな感じです。ちょっとゴムが切れるというハプニングがありましたが、はい、これがね、一つ目のヘアアレンジでございます。じゃあ二つ目やっていきます。二つ目はですね、この下をね、もう普通に三つ編みしていきます。これはね、ちょっとどうやろう、髪の長さがね、短い人だとちょっと足りないかもしれないんですが、これもね、できたらめっちゃ可愛いよね。とりあえずね、三つ編みします。でね、ロングの人はここちょっと毛先を送るかな、こんな感じで丸っこくしてあげてる方がいいかなと思います。はい、こんな感じでね、ちょっと毛先が出ないようにこんな感じでしてあげてるといい感じです。でね、もし三つ編みが苦手っていう方はこれをこうやってね、こうやってねじ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 していって下止めるっていう形でも大丈夫です。こんな感じで三つ編みができたら下を崩してあげます。まあ引っ張ってあげるだけで全然大丈夫です。だいたいこういうのはね、でもね、思い切って引っ張ってあげるのが絶対いいよ。もう多少なんかちょっと髪の毛が出ちゃってもボリュームがね、絶対ある三つ編みの方が可愛いから、あんまこうね、ピタッとしすぎるとちょっと古風な感じになってしまうので、もうね、思い切ってもうためらいなく躊躇なく引っ張っていきます。そう、私はね、今モニターを見てやってるから多少不安ではあるのですが、まあ大丈夫です。はい、こんな感じで崩せたらこれをですね、アップにしていきます。使うピンはこういう普通のピンでもいいし、こういうまあ髪の量の多い方は絶対この U ピンを使った方がいいです。まあこれをですね、まあ4本ぐらい、まあ、用意しまして、こっちまあどっちでもいいんですけど、この髪の毛をまあこうね、止めていくのですが、髪がね、短い方はこのままね、こうピタッとここに刺してもらったらいいと思うんですけど、私みたいにちょっとロングの方はこの毛先をさらにまたこうやって折り込みます。で、この三つ編みを止めてあげます。はい、こんな感じです。で、Uピンとかでね、ちょっとさらに固定します。で、こっち側も同じようにこれをね、ちょっとまあクロスさせるような感じで、まあ折り込んであげて刺します。で、ちょっと不安なところにまあ U ピンをね、ぶっ刺してあげます。はい、こんな感じでございます。どうでしょうか。だいぶね、すっきりしたスタイルになりました。横から見てもこんな感じですね。で、こういうね、ヘアクリップ、ちょっと大きめのクリップをこんな感じで刺してあげて完成です。すごいね、すっきりして、まあザ浴衣スタイルなんじゃないかなと思います。あとはね、まあお好みでケープでね、こうぶわーっと
振ってあげて、まあもうガチガチに固めてあげるのをおすすめいたします。はい、完成です。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。これが私の浴衣ヘアアレンジでした。冒頭でも言った通り、このアレンジは別に浴衣じゃなくてもちょっとおめかしいコーデ、まあそれこそ結婚式だったりとかも使えるし、あとね、やっぱね、夏でこのベタベタする時期にこうちょっとね、こうスッキリさせたいっていう時でも全然ね使えるヘアスタイルだったので、よかったらね皆さんもやってみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram、ウェアもやってるので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。